スマートニュースをご覧の皆さん、どうも相田理香子です。ここでは私が気になること、見ている皆さんが気になりそうなことを取り上げていきます。本編の食欲の秋にちなみまして、今回はこちら、ねるねるねるねを食べていきたいと思います。懐かしくないですか？めちゃくちゃ懐かしい。昔すごい大好きでね、よく食べてました。昔はね、これを足りなくって、これぐらいの量じゃバケツいっぱい食べたいなって思ってましたね。そんな大人になってしまいましたが、久々だな。でもこれ食べるの結構難しいんだよね、作るの。順番とかを間違えてしまうとね、膨らまなかったりさ、色が変わらなかったりするから。じゃあ作っていきます。でも優しい、ちゃんとこうやってね、ほら、1番の粉とかちゃんと番号が書いてあるから。これは説明書読まない私でも作れますわ。よし、どこに入れるんだ。大きい方に入れる。よし、うわ、すごい匂い、ぶどうの匂いする。まだね、白いですね。こんな感じ。ここからどんどん水とか入れて混ぜると色変わるんだよね。で1番の粉を入れて、ここに水を入れる。1杯水を入れます。よし結構すごい表面張力すごいな。倍以上ありそうな気もするが、入れました。で混ぜる。あ、すごいよ。なんでこんな色なの。なんで水色入れただけなのにね。うわー、もうなんかすでに完成っぽいけど、まだ入れるんでしょ。粉よく混ぜました。次は2番の粉を入れて、色が変わるまでよく混ぜよう。はい、入れます。何色になるんだろう。紫。はい、あ、もうちょっと変わってきてる。膨らんできたし、量増えた。なんなのこれ、ほんと不思議ですよね、ねるねるねるねって。ふう、メレンゲみたい、気持ちいい。で最後3番の粉はあれでしょ、キャンディーでしょ、つけて食べるやつだよね。3番の粉入れていきます。ほい、おお、かわいい。こんな感じです。なんか星とかも入ってる。夢川お菓子ってやつですか。じゃあ完成しました。出来上がりました。こんな感じです。じゃあキャンディーをつけて食べていきたいと思います。いただきます。なんかすごい不思議な感覚。酸っぱい。味変わってない。でも子供の頃食べてた時と変わんないですね。懐かしい。おいしい。これはみんな絶対通ってる道ですよね。食べたことありますよね。はい、ということで食欲の秋、最後にねるねるねるねをいただきました。今回は以上です。毎週日曜日22時から文化放送超 A&G プラスで放送中の相田理香子のラララジオもぜひチェックしてみてください。メールの宛先、ツイッターのハッシュタグもページに載っております。
それではお相手は相田理香子でした。ならばー。